号なんですけど、ちょっと触ってみたいと思います。例えば、あ、じゃあ、マイコミジャーナル。マイコミさん、最近そういえば、あれ、なんでしたっけ、つぶつぶじゃなくて、なんだっけ。まあ、マジつぶ。マジつぶ。いいっすよね。と言ってる間に、これ、ポケット Wi-Fi がこんな感じで、今、渋谷のです、ね、電波状況が悪いところで、それなりに来てる。まあ、普通にモバイルの PC で見るのも、そんな操作やねん。レンダリングはかなり早いんじゃないでしょうか。若干重くて片手で持ってるとちょっと辛いですけど、なんか表示されてしまえば本当に PC みたいな、むしろこの指でやっぱ快適ですよね。やっぱこれハードウェアアクセラレーションすごいですよね。早いですよね。当然ちょっとサイトを変えて、はい、非常に綺麗です。こういう感じで人にも見せる、非常に滑らかです。ちょっとじゃあサイトを見てみましょう。Wi-Fi だともうちょっと早いですかね。だそうです。やっぱりネットワークがボトルネック。iPhone だとね、なんかどうもプロセッサーがボトルネックじゃないかと思うんですけど、こういう感じですね。DI。あと距離まあ、もうちょっとネットワークの速いところでやってみたいですけどね、まあ、こういう感じですね。でちなみにこれです、こういう感じです。これ今ちょっとYouTube を普通に HTML の、まあ、モバイルの M ドットなのでモバイル向けですけど見てたんですよね。ただこういきなり動いてるんですね、ブラウザの中で。これをですね、こうするとなんとこうなる、あるいはこうなる、すごいですね。まあそれだけなんですけど、なんか相談しながらこうやって図書けるのいいですよねとか言って、だから最後に生き残るのはやっぱりプレミアムかなと思う。それでこれツイートボタンを押すと、なんとそのまま落書きがツイートできる。これいいね。落書きツイートする端末って今までなかったですね。実は相当新しいかも。ちなみにこれiPhone の、あ、ごめんなさいね、産経新聞、そのまま4倍で。ただ iPhone と違うのは2段階目がちょうどいい、そしてどこ読んでるかよくわかる。iPhone だと3段階目までしないと読めなくて、なんかこう段落を頭からこう手で折って、まあ普通やんないですよね。あ、やってる人いるか。あ、っていうかこれなんか出てくる、あ、出てくる、出てくる。結構クリア、かなり新聞っぽいですよね。もうここまで来るとね、まあ十分読めるかな。あれ、これページがどうやってくるんでしたっけ。ページやるときは1枚サイズにして思い切りやらないといけないですね。グッという感じですね。ああ、なるほど、なるほどね。お、なんだこれ、何これ、いきなり広告来ました。あ、こういう広告の入れ方、これいわゆる全面広告、紙の新聞でやったら5000万コース。あ、そんなにまで取ってないですね、わかんないけど。いいかげんなこと言いました。今2000万ぐらいですかね。ねえ。でも効果あるかも、これ。いきなりバーンと来た。動けばいいのに、いっそ。あ、クリック。あ、さすが産経さん、素晴らしいですね。なんか新しいことやってますね。おお、なんか僕ら超ローテクの人みたい、驚いて。これなんでしょうね、これね。作り込んでますね。これが今 G メールで、なんかこんな感じで。噂によれば告知なしぐらい。しこ。落ちます。あ。すいません、落としたら大変なことになっちゃう。日本の割り当て分が、じゃあホーム画面もちょっと見せていただいて、ホーム画面シュッと、あ、これ、それでこれがプロで、なんか妙に iPhone よりもスムーズ。アメリカで今買おうと思ったら2週間待ちなんですか、これ。そしてカレンダーとか在庫が、それとも予約してなくても買えるようになるの。マイクロソフト会見、なるほどね。リアルっぽいのが来ました。なるほど。しかし今日は Google の会見です。重なってるし。言っちゃった。デフォルトでも結構いいですね。これちゃんと文字が見えるようになってね。iPhone だと見えないんですよね。だから専用のやつ買ったりしてやってますけど、こう右ペインにちゃんともういきなり設定があるのがいいですよね。やっぱ画面広いとそれだけでかなり見える。で、地図をちょっと、多分ネットワーク今つながる。地図つながってるから、ここに今ポケット Wi-Fi が、うん、さっきすごいサクサク来てたのね。あ、
でもサテライトハイブリッドにしてるから、ね、ああそうですね。あこれだとズリーってやつ、あかなり快適ですね。でもなんか場所違う、 あれこれストリートビューも iPhone っぽいやつが出てくるんでしたっけ。そこで落としてあのオレンジの人形を、どうかな。お、あ、iPhone より早い、かなり早い、うん、ちょっとネットワーク遅いんであれですね、映像はなかなか落ちてきてないけど、なんかね、端末自体はすごい早い、見てるとね気持ちよくなってくる、うん、ちょっとキーボードも、ですね、あこれ、まあ、検索ですよね、ノート、こんな感じですね。全部の指でやろうと思うとかえってダメで、2本ぐらいでこういう感じでこう、あらちょっと待ってくださいね、こう日本語になってないですね、こうやってこれで日本語ですね、こういう感じで一応打ってますが、なんかこれだと iPhone とあんま変わんないですよね。ひょっとしたら僕フリックの方が早いぐらいかもっていう。ちなみに親指だとこうですね。ちょっとやってみましょうか。ちなみの親指はかなり横道で失礼しました。縦にすればいい。感じ。あこれだったらまあ、うん、あこれだと結構いいですね。これだとあ違う。メールも打てるんちゃう。アマゾンのムービーデータベース、うん、でこれってその場でムービーの、レンタルをやってる、よくなんだろうね、なんか押してみるといいですか、うん、あトレーラーが見れて、でキャストがあって情報があって、あら買えないのか、バイですね、バイオンアマゾン .com と、あれこの IMDB って何ていう、あこれデータベースで頼むね、なんだあなんだ、じゃあ昨日これでなんかアリス・イン・ワンダーランドとかいろいろ見て、あトレーラー見て Amazon に注文できるっていう、レンタルじゃないですねこれ、なんかそので DVD の、HD だと時間かかるんだ、うん、ちょっといいモバがどうかと思います。画面が暗くなると指紋が超目立つって感じですね。個人情報が、そして反応がなくなると超巨大なブリック、まあ画面がねったくなった iPhone というよりもなんか2ペンになった iPhone なのかもしれないですね、もしかしたらね、しかも早い。